いらない。なんでもない。しずかちゃんの次は、みーちゃんよ。私を置いてっちゃうの。だって
んだよ。私たち本当の兄弟じゃないの。うん、思い込みじゃないよ。兄さん、私正気だよ。聞いて、もうずっと前、事故より1年か2年前かな、夜中に目を覚ましたらお母さんが電話で話してたんだよ。全部は聞き取れなかった。でも、亮は私の子供じゃないけどって、そこだけはっきり覚えてる。ううん、夢でも聞き間違いでもないよ。すごく嬉しかったからよく覚えてるの。うん、だって兄弟じゃ結婚できないって知ってたもん。だけど本当の兄弟じゃないならってドキドキしてなかなか寝つけなかった。事故の後、兄さんと一緒じゃなきゃ嫌だって言い張ったのはそのことを知ってたからなんだよ。今まで誰にも話したことないよ。お父さんやお母さんには聞けないままになっちゃった。それだけじゃないよ。兄さん、血液型は？
調べたことがあるの。血液型、お父さんとお母さん、それからおじいちゃんおばあちゃんまで。お父さんとお母さんは両方とも A 型だった。二人から O 型の子供は生まれないの。今まで何も言わなかったのは兄さんに知らせたくなかったから。それに、そのことを知ったら一緒に住めなくなるかもしれないでしょう。その前に、私にもね、私にも資格があるってこと知ってほしいの。私と兄さんは兄弟じゃないの。私は一つ年下の女の子よ。今すぐは信じられないよね。でも本当だから。それでも兄弟じゃなくても私じゃダメ？私は兄さんじゃなきゃ嫌。涼、何か飲むか？何があった？夜中の2時、それもまだ寒い時期にわざわざ外に出て俺を待っていたくらいだ。よほどのことだろう。
事故のことか。お前の本当の親は京也さんと恵子さんだ。だがお前が知りたいのは生物学上の両親のことだな。大体のところは誰に聞いた？茜が？なぜあいつが知ってるんだ？恵子さんも迂闊な人だな。もちろん。だが話す前に一つ聞かせろ。知ってどうするつもりだ？仮に本当の親とやらがどこかにいるなら会いに行きたいとでも？お前を育ててくれたのは京也さんと恵子さんだ。違うか？安心しろ。お前にはいかなる意味においても父親は一人しかいない。かけろ。今お茶を入れる。お前を産んでくれた女性は水江さんという。ちょうど今の茜のような物静かな人だった。京也さんとは恵子さんの紹介で知り合ったらしい。さすがにその辺の詳しいことまでは俺も知らん。身寄りもなく病気がちで必ずしも祝福された結婚とばかりは言えなかったようだ。それでも二人は幸せそうだったよ。しかしもともと体の弱い人だったからな。お前が生まれてほどなく体調を崩して死んだ。一度だけ見舞いに行ったが、自分のすべてをかけてお前を産んだんだと祝然とした気持ちになったのを覚えている。その後水江さんを亡くし、生まれたばかりのお前を抱えて途方に暮れていた京也さんを支えたのが恵子さんだ。もともと古い付き合いでお互い憎からず思っていた時期もあったらしいからな。京也さんが再婚を決意するのに時間はかからなかった。ま、恵子さんのお腹に子供がいると分かったのが時期を早めたのは確かなようだが、そうだ、水江さんのことがあるからな。京也さんはだいぶ心配したようだが、聞かれる前に答えてやる。京也さんとお前は
紛れもなく親子だ。お前と茜が兄弟であることも間違いない。だったら分け隔てなく育てるために水江さんのことは伏せておこう。そういうことだそうだ。もちろんいずれ木を見て話すつもりだったんだろう。あんなことにさえならなければな。俺も万が一お前か茜に聞かれたら嘘をつく必要はないと言われた。聞かれなかったからだ。いつか話すつもりだった。あの事故がまずかった。あれでお前たちにはしばらく知らせない方がいいと判断したんだ。普通に暮らしている分には気づいてしまうことがないようにしたんだが、そういうことらしいな。そうだ、俺と茜は間違いなくいとこだが、俺とお前に血のつながりはない。そうだな、血がつながっていれば家族だなどというのは幻想だ。家族の絆というものは時間をかけて育んでいくものだと思う。まだたった5年だが、お前は俺の家族だ。しかしな、矛盾したことを言うようだが、たとえ共に過ごした記憶がなくとも、水江さんはお前の母だ。ちょっと待っていろ。一冊だけだが、お前は水江さんにだ。
持っていけ。それはもともとお前に残されたものだ。これ以上何かあってたまるか。ほどほどにな。死んでしまった母を偲んでも何も変わらない。それよりは生きている妹のことを考えてやる方が有益だ。お前と恵子さんの関係をどういう話の中でどんな風に茜が持ち出したのか知らない。しかし茜は事情をよく知らないまま、お前のことを血のつながらない兄貴だと誤解していたんじゃないか。睨むな。忘れたか。俺はお前たちの味方だ。最後まで無条件に。行け。茜が待ってる。それ何？それは見ればわかるけど。え？だって。この人が。兄さん。
そんな嘘でしょ。私何にも知らなかったよ。できないよ。できない。今さら兄さんのことそんな風に見られない。兄さんはできるの？私のこと妹じゃなくて女の子として扱ってくれたでしょ。そうだよね。それは私の勘違いじゃないよね。Thank you.
は優しいから、私に答えてくれてただけ。私ね、よく泣くでしょ。悲しいことがあるから泣くんだけど、そうすると兄さんが慰めてくれるのは嬉しくて、その悲しいのが減るの。黙ってればよかったな。そうすればいつか兄さんとって夢を見続けることくらいはできたのに。でも、もう終わりにしなきゃいけないんだよ。兄弟じゃいけないの？私きっと誰にも負けてない。